ゆっくりの曲ばっかり選べばよかったな。でもね、次の曲は実はやりたくないんですよ ね、 もうね。次の曲が一番確率が低い崩壊する確率が高い、続くって言いましたね、僕ね。何を話したかなって、今ちょっと気持ちを切り替えすぎてどっか飛んでしまいました。まあそれなりに今の曲を吹くにはちょっと気持ち入れなくちゃいけないもんですから飛んじゃいましたけど、あ、そう、楽器博物館、この話僕もいろんなところで何回もしているので、あ、またその話かっていう人は耳塞いといてください。30年ぶりに会った友人もいるのでいろんなところに行かせてもらいました。多分皆さんが行けないようなところです。でもどこに行っても音楽っていうのがあって、でそういうところに行けば行くほど音楽っていうのが生活に必要だっていうのを彼らたちもみんな実感していて、ご飯が食べられないので音楽をやるんだよっていうんですよね、みんな。そういうところの人たちってですごく真剣にというか、まあご飯をそのなんかね、食べ物を作るとか、いろんな道具を作るとかっていうと同じように音楽も真剣に取り組んでいます。練習もするし、だからみんなできるんですよね。それは簡単に言えばご飯食べたり作ったりすることがみんなできるぐらいはできる。すごく上手に料理作る人がいるようにすごく上手な人いますけど、まあでもすごく上手にご飯食べる、あるいはすごく下手にしかご飯食べられないっていう人はそんないないのと同じように、大体みんなちゃんと音楽ができるんですよね。で、分かるとか分からないとかいうもんでもないんですよね。生きていくためのものなので。ご飯食べるって分かんないからよく食べられませんって言わないじゃないですか。でも我々は不思議と音楽やると、いや音楽分かんないんで、特にクラシックっていうと、いやもっと分かんないんでって言いますけど、確かにクラシックとか教育音楽っていうのは分かんないように作ってますよね。これ多分先生も分かってないと思いますよね。うちのかみさん学校の先生音楽やってるもんですからで、生きていくためにやっていくっていうのはやっぱりそういうところに行くとすごく実感としてあるんですね。生きていくために何が必要かっていうと、ご飯食べられない、食べるってことじゃなくて、みんなが一緒にいる、まあ、仲良くというか、仲良くってまではいかないですけど、ちゃんといる、みんなと一緒にいる。一人になったら絶対生きていけないっていうところばっかりだったりしたもんですからね。みんなと一緒にいざるを得なくって、でみんなと一緒にいるっていうことの気持ちを確かめるために音を出すっていうのがとても大事で、あ、一緒にいるよねっていう気持ちになるための音楽、あ、いいもの聞かせてもらいました、気分が気持ちよくなりました、優しい気持ちになりました、あるいは悲しい気持ちになりましたっていうことは全然求めてなかったりするんですよね。もう今日も一緒にいたよねって。だから火の周りで、まあ、我々も例えばお鍋を囲んだりするのはそういうところがまだありますけど、あとは小皿叩いてっていうのもあるし、沖縄の人なんかすごくそれやってますよね。ああいうものが日常としてあるっていうところの方がどうやら世界中には多いみたいです。音楽が特別なもので選ばれた人だけがやって、他の人は聞くだけっていうことはまず考えられないところが多いですね。でもなぜか今日も僕一人だけ音を出して、皆さん黙って聞いてなくちゃいけないし嫌ですよねこっちも嫌なんですけどでもまあそういうことを本当にできたらいいなと思って、1回目の時は皆さんに楽器を配ったりしました。でみんなで一緒に例えば海の情景を表してくださいっていうものを出しながら、ちょっとそういう音楽をやったりとかしてみました。まあ、それを今日やってもよかったなと思いました。今さら後悔してますけど今日はちょっと違うアプローチをしたかったんですね。本当に僕がずっと日常をこういう音楽で過ごしていきたいと思ってますよっていうまず表明をして、でそこの日常の一つの通過点として皆さんがちょっと、練習風景に遊びに来て、聞いてもらって、お、なかなかやるじゃんとか、あそこちょっと違うよねとか、あるいはまあそれまたずっと続いていくんだなってことを想像しながら、またどっかに帰ってもらって、また次会う時もそんな感じで会うっていうのがうまくつながっていくといいなっていうふうに思って、こんな感じでプログラム組んでます。で次の曲は、また真っ黒です。そしてリズムも音の飛び方もすごくトリッキーで、フルートならではの曲だなと
なんでそんなの選んでんだよって、しょうがないです、この曲好きなんです。だから練習するために選んでるので、これからも練習していきます。もうこれ以上言うと怒られるよな、きっとな、見事に吹き切ってみせます。いや違うな、そうでもないし。ただちょっとだけそういう気持ちだなっていうのだけ覚えててもらいたいんですけど、僕今から音出しますけど、決してそれがうまくいってるとかうまくいってないとか、苦しそうだなとか、ああとか全然ダメじゃんとか、ちょっと良かったとしてもちょっといいじゃんとか思わないで、一緒にいるなって思うようなのちょっとそんな感じにでもなっていいですかね。意味わかんないかもしれないですけど、本当に今日は夏のいろんなイベントやらお祭りやらいろんなものが行われる日にこれだけの人が集まってくださっていて、それが一つ大きな緊張のもとになってるわけですが、でも本当にそういう人たちがここに集まったっていう特別な場所で、特別な時間で、そしてあと一曲で、皆さんが嫌がらなければもう一曲、しか残ってないので、もう自分もアル探しやめますんで、皆さんもそれやめてもらって、一緒にいるなっていうのをこの音の中にうまく浸ってもらえるといいなと思います。そういうつもりで吹いています。